ソフトボール投げ、最初に投げ腕と反対側の足を前に出して構えます。左足を上げ、重心を右足に移し上半身をひねります。右足から左足に体重を移動させ腕を振り上げます。左足が着地した際には右腕は頭の後ろに上げます。左足に全体重を乗せ上半身を回転させる。左足の股関節から回転をさせます。目標に向かって腕を伸ばしてボールを投げます。これを一連の動きの中で行ってください。